よう、よく来てくれたな。けどよ、アファシスちゃんも一緒なのはわかるけど、ずいぶんオーディエンスを連れてきているな。おい、こんなテンション上がること見逃すわけにはいかないよ。どうも、直接話すのは初めてじゃないかな。こんにちは。決闘だって、僕も混ぜてよ。待て待て、お前さんたち全員と挨拶していたら気が狂っちまうぜ。こういう派手なのは趣味じゃないが、まあ見届け人は決闘に必須だからな。男の究極勝負といえば決まってら、1対1の決闘だ。お前さんは会った頃と比べて格段に強くなった。フリューゲルに到達して攻略の最前線にいる。今まではお前さんの実力を考えて仲間同士の集団戦にしていたが、今日は本気の手加減なしだ。1対1で俺様の実力を見せてやる。準備ができたら言え。俺様はいつでもいいぜ。油断しないように。彼は愉快なキャラクター性に反して実力はかなりのものだよ。そうね、戦闘は意外と冷静なタイプよ。あんなに暑苦しいのに。ゴキブリ並みのしぶとさをなめてはいけないわ。おい、樹に釣りすか。ややこしい言い方してるが、すまねえな。アファシスちゃんとお前さんの絆は知っている。だが男には引けない時があるんだ。ナザルト城、一世一代の大勝負、いざ尋常に。負けた。一長お疲れ様です。アファシスちゃん、私はマスターのアファシスでジョーのアファシスにはなれません。でもジョーは銃が大好きないい人です。私の友達になってください。マスターもありがとうございました。とってもかっこよかったです。もちろんです。くぅ、男に涙は不要だっていうのに、なぜか目から水分が出ちまう。いや、これは約束通りお前さんに俺様の一番大事なものをくれてやる。そういえばそんなことをメールに書いてたわね。何をくれるの？レアアイテム？お金？俺様だ。は？え？それはあまり欲しくないかも。だよね。同感。なんかちょっと怖い。おい、待ってくれよお嬢ちゃんたち。このいぶし銀なトッププレイヤー、バザー戦力アップ、友情アップ、男気アップできるんだぞ。最高のパーティーメンバーじゃねえか。結構ですわ。帰るわよ。あっ、マスターどうしたらいいですか？そうだね、僕もそう思うよ。バザルト君だって自分のスコード論があるだろう。自分のスコード論をほっぽってきた人のセリフではないわね。でも実際お仲間のことを考えた方がいいと思うわよ。男の約束にはちげえねえんだ。仲間たちだって分かった。まあまあ、まずはクエストの時とかに付き合ってもらって様子を見たらどうだい？ジョーがクエストに一緒に来てくれたら心強いです。だよな、そうだろう。というわけでこれからは俺様も仲間に入れてもらうからな。よろしく頼むぜ。キリト、どうしたの？突然全員集合なんて珍しい。フィールドボス討伐ですか？それとも大規模クエストとか？ああ、実は突然で悪いんだけど、みんなしばらく GGO にログインしないでほしい。そんな SBC フリューゲルの攻略はどうするの？どういうことかしら。もちろん相応の理由はあるわよね。ぜひ聞きたいな。納得がいく事情があれば考えるけど。キリト君、また何か大変なことに巻き込まれたの？違うよアスナさん、キリト君は自分から首を突っ込むんだよ。そうね、シャキシャキ吐きなさいキリト。洗いざらい全部いつものように。俺ってそう見られているのか。パパの今までの行動を統計すると、ママやリーファさんたちが言っていることは正しいです。なるほど、参考になります。私もそのデータが欲しいです。ユイやプレミアまで。まあアスナたちが正解なんだけどさ。けど今回は俺から首を突っ込んだわけじゃないぞ。ある人物から連絡があったんだ。 GGO で不穏な事件が起きているってさ。ある人物？訳あって誰かは言えないんだけど、昔ある事件をきっかけに知り合ったお役人でさ。VR ゲームには詳しくないからってたまに調査を頼まれたりしているんだ。役人？それって警察とか？まさかキリトさんってリアルでは偉い人なの？そんなことないよ。俺はあくまでも善意で協力している一般市民さ。これから話すことは機密情報なんだ。本当はみんなが GGO を離れていてくれればいいんだけど、それだけじゃ納得できないよな。だから依頼を引き受ける条件として君たちに情報の一部を話す許可を得ている。家族や仲間にも言わないでほしい。約束してくれるか？分かったわ、約束する。先日死亡事故が2件起きた。どちらも一人暮らしで発見が遅れたせいで死体はだいぶ傷んでいたけど、司法解剖の結果死因は急性心不全と判断された。2人とも VR ゲームをプレイ中に死んだそうだ。ゲーム中の不幸な死というわけね。ああ、不幸な事故と言えるだろう。だけど彼らはあるゲームのトッププレイヤーだった。つまりあるゲームって GGO なのね。正解。ランキングに入っているプレイヤーだから知っているかな。ゼクシード、それにウスシオタラコという名のプレイヤーだ。ゼクシードってこの前 MMO ストリームに出ていた人でしょ。ほら、変な人に銃で撃たれた。銃で撃たれた？そいつはデスガンと名乗らなかったか？ええ、デスガンと名乗ったわ。確か拳銃を持っていたはず。ウスシオタラコもそのデスガンに撃たれた直後、急にログアウトして音信不通になったらしい。そうか、君たちも目撃していたのか。何か他に覚えていることは？奴のアバター名は？アバター名はプライバシー機能で隠されていたよ。顔はマスクで全体を覆っていたのでわからない。身長はクライン君と同じくらい、細身のよく鍛えられた体をしていた。それとあいつが使っていた拳銃は僕これかな。これがデスガンの銃。シノン？シノンさん、どうしたの？シノン、大丈夫よ。私たちはここにいるわ。ね、シノン、大丈夫だから。ごめん、少し気分が悪くなって。うん、そうだね。疲れているんじゃないかな。あっちの部屋で休みましょう。ほら行こう。横になった方がいいから。アシナはキリトの話を聞かないと。あとは僕に任せて。分かった、お願い。話が終わったら私もすぐに行くから。ユウキさん、私も手伝います。私も付き添うわ。さ、こっちに。仲間なら心配すべきだろうけど、事情は聞かないでおくよ。シノンちゃんは急に具合が悪くなった。私たちはそう思うことにするわ。みんなありがとう。悪いけどシノンにもそう言っておくね。気にするだろうから。キリト君、さっきの話だけど、まさか GGO で殺人が起きたとでも言うの？ GGO の使用、そしてアミスフィアの性能から言っても人を殺すことは不可能だ。そうよ。 GGO はソードアートオンラインじゃない。絶対に不可能よ。だけど2人死んでいるんだよね。それもデスガンに撃たれた直後に強制ログアウトして音信不通だ。じゃあ何？ GGO で殺されちゃう可能性があるってこと？でもどうやって？アミュスフィアは安全なんでしょ？だけどキリト君は可能性があると思っているんだよね。だから私たちに当分ログインするなって言ったんでしょ？あくまでも万が一の可能性を考えてだ。俺たちの知らない抜け道があるのかもしれない。私はしばらく GGO を離れてもいいよ。ただしキリト君も一緒ならね。俺は調査があるから残るよ。デスガンが何者か、その目的を突き止めないと。でしょ？だから私も残ります。キリト君一人じゃ心配だもの。うん、キリト君一人残すわけないじゃない。クレハさんたちは念のためしばらく来ない方がいいと思うけど。その結論を出す前にデスガンの目的は何なのかが気になるな。今のところ有名プレイヤーを狙っているようだ。デスガンが大勢のプレイヤーの前で裁きとか力といった発言とともに銃撃したことから考えると、特定の個人への恨みではないのかな。そうだね。僕が見た時もゼクシード個人というよりはもっと大きなものへの強い感情を感じたよ。証拠はないけれどトッププレイヤー狙いの可能性が高いか。そうするとこの中では。キリト君、アサナ君、シノン君、セリスカ君に、ついでに僕もかな。そして君だ。驚くのも信じられないのも当たり前だよな。俺だって GGO で殺人が起こせるわけがないと思っている。ゲーム内からの干渉で現実世界の人間の心臓を止めることはできない。あくまで偶然の一致、それが俺の結論だ。でもデスガンの存在が気になる。音声の録音データだけ聞くことができたんだけど、デスガンからは本物の殺意を感じた。本物のねえ。今後のことはよく考えてほしい。俺はここで待っているから結論が出たら教えてくれ。みんなも迷っているみたいだな。君が相談に乗ってあげてほしい。